この後はクロスファイトビーダマン。会ったことない神様など信じやしない、ダサめいた隙間など軽やかに追い抜いて、今始まりの予感、目覚めよ日々の中にスリルも量から言ったら断然トルネードマガジンだけど、リロード速度を考えたらクイックローダーなんだよな。カケル君も今じゃベテランビーダーって感じだね。最初はビーダマンのこと全然知らなかったくせに、弾の詰まりにくさと扱いやすさを考えたらやっぱりワイドマガジンかな。俺もそう思う。だよね。ドラシアンが喋ったような。あれ喉の調子がおかしいな。今日はこれくらいにしておこう。ミステリー、君らしくないぞドラシアン。夏美たちの前で喋っちゃうなんて。すまん、今度の試合のことを考えていたらつい。実を言うと僕も統一チャンピオン決定戦のことが頭から離れなくって、先生やお母さんに怒られてばっかりだよ。なるほど、そうか。かけるもか。ドラシアンが喋ってる。いよいよだね、スバルとの対決。うむ、かけるよ。悔いのないように戦おう。うん。ただいまより統一チャンピオン決定戦を開催する。南北両ブロックは事実上試合が行われていないため、今回は東と西両リーグの対戦となります。いでよ東西の覇者。まずは東リーグ第1位、龍ヶ崎かけるとメタルアクセルドラシアン。待ってました。負けんなよ。ドラシアンも頼んだぞ。ひっさー。そして西リーグ第1位、白金スバルとメタルレブドラバイス。期待してるぜ白金。競技はこれじゃ。ブレイクボンバー。
さよう。ブレイクボンバー3本勝負、先に2勝した方の勝ちじゃ。ただし今回のブレイクボンバーはこれまでのものとは趣が異なっておる。ご覧の通りボムが消えません。フィールドに残ったボムはビー玉を当てることで排除していただきます。そりゃええ。なんたってカケルはボムの消えへんブレイクボンバーを体験済みやからな。なお勝者にはビーダマンの根本を司るビークリスタルとの対戦権が与えられる。ビークリスタル対戦権？詳しい話はチャンピオンが決まってからじゃ。ミステリー。ではお二人とも前へ。よくここまで勝ち上がってきた。だが勝つのは俺だ。こっちだって絶対に負けるもんか。ドラバイスよ、同じドラゴンタイプのビーダマンとして正々堂々と戦おう。望むところだ。では始めるぞ。3、2、1、ビーファイト。恐るべし白金スワン、メタルレブドラバイスの性能をここまで引き出すと。メタルレブコアにはホールドパーツとセーフティーパックのそれぞれにローラーが内蔵されている。さらにメタル化で発射力が上がっているので高速パワー連射が可能。ローラーはレッグパーツにも装備されている。だから横移動もスムーズに行える。かける、あのボムを片付けないと試合にならないぞ。わかってる。エキュードライブ突き抜けろ。メタルアクセルトラッシャー。まずい。第1試合は白金選手の勝利です。愛機ドラバイスの性能を 120% 引き出したその攻撃に龍ヶ崎選手はなすすべがありません。いい調子だ。このまま一気に勝負を決めろ。奴を甘く見るな。あいつも激戦の末に東の頂点に立った。このまま引き下がるはずはない。トラシアン、いいね。3、2、1、ビーファイト。龍ヶ崎選手、やみくもな攻撃を行わずステージ上に残るボムの排除に専念だ。この作戦成功するか。何か策があるのかもしれない。分かっている。ボムは排除した直後には必ずタイムロスが生まれる。これで決まりだ。今だ。ドライブショットを利用した同時2個抜きか。メタルアクセルコアは発射時のホールドパーツの広がりをメタルで抑えることで発射力とドライブの回転力が増大する。それだけでもない。ビーダーマンの性能を十二分に引き出すにはビーダーの資質も不可欠だ。よし
龍ヶ崎かける、初めて出会ったあの時に比べたら今のあいつは別人と思えるほどに成長した。だが俺は負けない、負けるわけにはいかないんだ。座る。双方ともに一勝一敗。統一チャンピオン決定戦の行方は次の第3試合に持ち越された。果たして勝利の女神はどちらに微笑むのか。そういや名前まだだったな。俺は黒淵バサラだ。我が名はドラゼロス、ツインドラゼロスだ。言葉じゃ語れない思いがある、だから何も言わず行くんだ。この胸にまで嘘はつかなくていい、眼差しはそのままで。今翼の行方追いかけて、心の奥にたどり着いたの。置き去りにした熱のかけらが未来をつくぶってゆくから、ぎこちないその手で掴もう。ついに決定、統一チャンピオン。待て、かける、この凄まじいパワーは新たなドラゴンタイプの登場。次回もビーファイト。